新パパ、皆さんお疲れ様です。で今ちょっと和歌山県の白浜田辺から、出張が終わって帰る道中なんですけど、今和歌山市に、やっと戻ってきました。で今回どうしてもねちょっと髪の毛黒くちょっと もともと地毛が茶色いんですけど、ちょっと黒くしたいなってずっと思ってて、インスタグラムのフォロワーさんで、結構アクションとかコメントもいただいてて、その人のアカウント見たら和歌山市の、美容師さんで、僕はちょっと急遽猛アタックして、もしよかったらなんですけどって言って、黒くしてくれますかって言ったら、全然大丈夫ですっていうことで、今和歌山市内の病院に、今から向かおうと思ってます。で、帰宅します。店内撮影も OK ですよって言われたので、ちょっと今から無理言ったんですけど、急遽、まあ、当然会うの初めてなんですけどね、会うの初めて、喋るも初めてなんですけど、今から行ってみたいと思います。こんにちは。ありがとうございます。すごい。どの方よ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。いやもうすでに車の中で撮影してて。あ、そうなんですか。しかも初めましてやねんけど。そうですね、めっちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しいですよ。謎の行動。めっちゃ見とったんですよ、結構、前から。でなんかお子さんとの絡みめっちゃ面白くて。あ、ほんまですか。なんかなんで、なんていうんですかね、僕も結構娘と二人生活してるんで、あ、一緒に興味。あ、そうっすね、まあ、そのまだ結婚してないんですけど、ちょっとその、なんか似てるなぁ思って、そんで、なんか生活面っていうの見たら、きっちりされてて、わ、すごいなと思って。そんなことないけど。結構家事めっちゃ困ってて。家事ね、慣れるまで、いや、まだ慣れんな、もう3年かかるかも。あ、そうなんですか。今もしんどい。だから料理とか作ってて、すごいなぁ思って。めっちゃ食べますよ。マジか。あ、そっか、それでか。いや、アクションとかね、コメントもらっとったから。だからなんか娘さんとかの絡みが、将来なんかこんな感じになるかな。ちょっと面白いなと思って。あ、なるほど。いやー、よかった、来て。いや、これほんま、さっきも撮影しとったけど、ほんま急にやもん。あ、全然全然。明日、明後日行きますか。どうしても黒くしたくて。任せます。あ、お金さん。いつもそうね、喋っとっても任せんね、最後。だからまあちょっとブルーに感じる黒みたいな感じで、はい、いいと思います。まあ、これ余談なんですけど、ね、はい、まあセーターあったんですよ。まあ、はい、でそれね、ほんまホテルでも、ね、はい、髪隠しで何度探してもなくて。そうなんですか。どこ行ったんやろう思って。なんか下タンクトップや。あ、だからこれ。そう。じゃあちょっと今からやっていきますので、はい、始めます。結構いい感じ。この時間で谷ちゃんと仲良くなりました。もう谷ちゃんって呼んじゃう。やっぱ毛先がやっぱりその茶色感で、そうですね、ちょっと秘訣に見える。ほんまに彫り深くて外人っぽい顔やったら、金髪とかも。そうですね。だって俺みたいな顔が金髪でしたら、これヤンキーしか見えへん。マジで。運転しとったから、このマッサージめっちゃ気持ちいいわ。やばい。でも、日本人って真っ黒の髪の毛もあんまおらへんらしいって聞いたことあるんで。でも真っ黒じゃないんですよ。やっぱあえて黒にする人も増えて。僕とかでも全然好きなんですけど、黒じゃないですか。黒いけどね。
プロ行ってもあんまり見られるんですけど、やっぱりなんか結局何もおねだりになる。結局金髪したら金髪したらなんか早く戻りたい。開けるんやろうなみんな。これが多かったもんね。年取ってもう一番シンプルに白か黒が一番いいよ。服も何でもそう。結構暗くなりました。はい、ちょっと今日はもう服って変えるだけなんで、セットかもしれないですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まさかの出会いで。嬉しかったです。一日で仲良くなったから次の見に行きましょう。お願いします。飲まれんか。あ、でも食事行きましょう。行きましょう。いや、ありがとうございました。いや本当ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。急に言って、いやもう言ってまたお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。